例で言うと、まあ、4日間食中毒で、入院したことあるんですけども、個室で4日間で、まあ、4万円ぐらいなので、まず、円で言うと1万円、1日1万円ぐらいな感じですね、保険を使わずに。なので、まあ、日本よりも全然安いんですけども、やっぱり保険が気になるということで、国民健康保険入ってらっしゃる方は、現地でですね、紙の、まあ、現金でまず全部支払いますと。で、紙をもらって、その機会を持って日本でですね、キャッシュバックを受けるってことになるんですよね、医療保険の。なので、国民健康保険は通用しますと。まあ、医療レベルはですね、アメリカから帰ってきてるフィリピン人医師もいたりして、日本人が思うほど悪くないんですよね。もちろん、ローカルの病院を選ばない、ちゃんとした外国人を受けられる清潔な病院を選ぶ必要があるんですけども、まあ、日本人医師がいたりとかですね、セブでも日本語を話せる医師がいたりとかするので、まあ、困った時は連絡いただければなというふうに思います。